6時のパパマッキーチャンネルのマッキーです。今日はパト、パッと使えるパトの使い方を説明していきます。子供と散歩したり、公園行ったり、お出かけしたり、そんな中で抱っこひも持ってない時、2歳、3歳、帰り際抱っこしてほしいで、手でこうやって抱っこするんですけど、こう抱っこして歩いてるとすっごい重たいんです。それを軽減させるのがこの抱っこひもパト。普段はメッセンジャーバッグ、ここにスマホを入れたり、ハンカチを入れたり、ティッシュを入れたりして使っていて、パッと抱っこするときに抱っこひもの機能を備えたものになります。では早速使い方、使い方は至って簡単。まずショルダーの底の部分、アンダーラインと呼んでます。アンダーラインの中心が腰骨に来るようにセットします。テープを伸ばす、バックルを引っ張って緩めます。ここにバックルが入っているんですけど、胸の上に来るようにセットして、肩を広げます。肩を広げて赤ちゃんを乗せます。このように上に抱っこして、カバンのパトの底から手を出してあげて、足を迎え入れる。迎え入れた時に、ここのファスナートップの先端がお子様の外側に来るようにセットする。で、しっかりアンダーラインを持って、お股を開きながら足の内側にセット。で、最後ショルダー部分をグッと引っ張ります。グッと引っ張る。背中カバーをしっかりとかけてあげて、調節ベルトをグーッと締める。で、ここ残ったテープをきちっと丸めてます。お股がきちっと開いてなくて、アンダーライングッと入れて、お股の内側に入れてあげないとずっとすり落ちる可能性があるので、きちっと入れてあげてください、最後まで。あとは微調整でちょっと動かして、これで完成。下ろすときはバックル、これを上から外します。じゃあ中に背中カバーのバックルもついてるので外します。これで終わりです。次の抱っこの仕方は、お子様を上に上げれないときはどうするかというと、調節テープをきちっと緩めてあげて、このままかぶせる。しゃがんで子供が立ってるとして、こう上から覆いかぶせてあげる。テープも内側にきちっとして、で、きちっとここで抱っこして、アンダーラインがお股の内側に来る。お股はきちっと広げてあげる。それでグッと調節する。これで下ろす時も同様、調節のバックルを外して下ろしてあげる。で、最後もう通常モードに戻す時は、調節ベルト A、 こちらをグーッと引っ張ってあげて、余ったテープは閉じます。くるくるくる、ゴムがついているので、このゴムを裏返して余ったテープは留めてあげます。内側の背中サポートカバーもそのままペタッと直してあげます。これで完成。これで通常モード。大事なところ、アンダーラインをお股にグッと入れて、お股を広げる。これさえできるとめちゃくちゃ楽になります。このパト、税込み9900円なんですけども、楽天で販売してるので、よかったら見てください。皆さん、このパトで皆さんの育児が素敵で最高の瞬間が生まれるように祈ってますので、今日も育児楽しんでください。では、バイバーイ。